日紹介するアプリはカメラタンです。カメラタンといえば iPhone アプリの初期ら辺に出たあのねカメラ系の加工するアプリなんですけれども、そのカメラタンがグレードアップして帰ってきました。早速使い方を見ていきましょう。まずこの左上のアイコンで写真を読み込みます。でこの画面で今できることはまずねこのポイント、このポイントを上下に動かすと色温度を調整できる。上に上げると色温度をね寒色系にできて、下に下ろすとこう暖色系の色温度にできます。このこれだけで色温度が設定できるのがすごく簡単ですよね。でこれをね自由自在に動くんですけど、右にするとコントラストが強くなる、で左にするとコントラストが弱くなる、ローコンですねっていう設定がこのポインターでできます。で次にこの左下のフィルターを押します。そうするとここでトイカメラのフィルターを設定することができます。例えばこれはエクスプロセスで、これがレトロ、ちょっとこうピッカー、これが邪魔になった時は画面を1回タップすると消せます。でこれが大人気オリジナルエフェクトトイストームですね。あとこれは炊き取りって言ってご飯が美味しそうに映るエフェクトです。こんな感じで合計9種類フィルターが入っています。今回はこれにしようかな。でドゥーンを押すと、次の最初の画面に戻ります。あとはねできることというと、このサチュレーションこれを上げると彩度が上がるんですね。これ彩度で、こっちは、露出なんで明るくなります。これでいろいろ微調整をしてこの写真がいい感じになるように、微調整できるアプリです。で次にこの色調補正、ここはね色調補正でファインとかいろいろね、この写真の色味を全体的にこう調整してくれるという色調補正ですね。今回はファインにしたのかな。でこっちの右のボタンを押すと切り替える、メニューを切り替えることができます。ここは今はシャープネスって書いてるんですけど、このシャープネスをもう一回押すと、センターフォーカス、これはねよくあるミニチュア機能、これをねこうやってやると周りがボケるっていうこの効果もできます。今回はセンターフォーカスこのぐらいで、はい、こんな感じで加工ができました。保存するときは右下のボタンを押して、セーブカメラロールを押すと保存できます。これ以外に右のボタンでオープンインって押すと他のアプリに結構ね連携できるアプリが多いんですよ。何があるのか見てみましょう。 LINE も、キットカバーもあるし、あとねこんなにいっぱいある、タッチリタッチとかあるね、グラディアさんもある、あとは、LINE カメラもあるし、おセブンプリント、セブンイレブンでプリントをこのままプリントできますとかね、いっぱいある、はい、というカメラタンでした。このねトイカメラ系のエフェクトをつけるだけじゃなくて、いろんな微調整が直感的な操作でできるのですごいやりやすいし、ガチ系の人も簡単にフィルターをかけたいだけの人も楽しめる写真加工アプリでした。気になった方はダウンロードしてみてください。